3番人気か。ただいまより投票受付を開始します。ここカイロに集まった優秀たちが夕暮れのマイルを駆け抜けます。砂嵐を突き破り真のダート王が決定します。さあ飛び出した12頭、まずまずのスタートを切りました。さあ外が行くのか内が行くのか。ルーラーオンアイスが先頭に立ちました。サフジミラクルがその後ろ、その外スーッとライブリーワンが上がっていきました。そして4番手にセイフリーケプト、それからカリフォルニアクローム、そして内からはタイロ、その外からはカタノアメリカン、それからベストパル、そしてその後ろから3番フサイチペアサス、この辺りちょっと離れている8番モナーコス、そしてそのうちに1番インバソール、ここにいたマグロ、後ろから眺めるような格好です。前でありますが前、先頭を行くセイフリーケプト、2馬身リード12番ライブリーワン、内を通りまして6番タイロ、外を通りましてルーラーオンアイス、今日も勝利をつかむか、カタノアメリカンと武豊騎手。さああなたの相棒は大舞台で力を見せつけることができるのか。カタノアメリカンは6番手といったあたり、先頭はセイフリーケプト、ムチが飛んだエスピノとカリフォルニアクローム、捉えたかわしたカリフォルニアクローム、マグロ抜群の手応え、さあ抜けましたカリフォルニアクローム、マグロが差を詰めてくる、内か外か。最後はもう渾身のムチさばき、並んだところがゴール。気を取り直して次行こう。1着4番、2着11番、3着3番以上のように確定しました。馬がレースから帰ってきたね。はい、何です？